99歳のパッチワーク作家です。40年以上続けてきた丁寧な手仕事、コロナ禍を乗り越え今日から作品展が始まりました。素晴らしい作品ばっかりで感動しました。本当に圧倒されますね、このぐらいの作品が。いや、お年を聞いてまたびっくりじゃないですか。青葉区で今日から始まったパッチワーク作品展。会場に並ぶおよそ50点の作品を手掛けたのは、太白区に住む佐藤美子さん、99歳です。まあ、嬉しくて嬉しくて、今日のお天気のよ。あと一息で100歳だっていうとこまで、よく私も頑張ってこれたなと思います。はい、材料となるのは、友人たちが持ち寄った着なくなったブラウスや古くなった着物。図面は一切描かず、頭の中で仕上がりをイメージして縫い上げるのが美子さん流です。色や柄をバランスよく組み合わせ、世界に一つしかないデザインを生み出してきました。つなぐ面白さだろうね。つないでいくと意外性があるっていうのかなんか。好きですね。でたらめでもこれだけできるんだわ。みいこさんのお気に入りは、およそ2メートル四方のこちらの作品。パッチワークを始めたばかりの頃に作ったもので、完成後に布をくれた人たちを招いてお茶会をした大切な思い出が詰まっています。やっぱり針が好きなんだね。布が好きなんだね。そうして皆さんが布をくださるからいっぱい溜まってるから、それを紹介してから行こうかなと思うんだけど、なかなかタンスいっぱいです。新型コロナの影響で2019年を最後に作品展の開催を断念しましたが、今日この日を夢見て一日も手を休めることなく新たな作品を作り続けてきました。40何年間こうやってきましたけど、最後にこんなに盛大に皆さんに見てもらって、見てくれる人があるから張り合いが出て、あかんない。はい、おしゃべりが大好きなみいこさん、コロナ禍はやっぱりこう人と会う機会が減って寂しかったそうなんですが、パッチワークがあったからこそこう退屈せず、お心を穏やかに過ごすことができたと話していました。作品展は青葉区の東北電力グリーンプラザで14日まで開かれています。